はい、どうも。今回は、課金を疑われた無課金税による、プニプニ無課金公約の総集編です。おはじきやゴルフ、武道会など、いろいろなイベント形式で公約していて、まだプニプニ歴が浅い人は特に参考になると思います。動画の時間が43分超えと長いので、作業用としてご視聴ください。概要欄に各イベントの時間割を設定していますので、そちらをご利用ください。それでは本編へどうぞ。ルービーランス欲しいなぁ。レベル10まではサブアカ役にすぐ駆使して、いけるかもだけど、封印ボスステージは無理だなぁ。アサシンエンマは必須だなぁ。けどワイポバナー8万程度しかないよ。ちょっと10連引くか。おはこんばろちゃおう。気づいたらアサシンエンマ、量アップ170連しました。ええ、画所力が爆発しちゃった。ということで、怒りの無課金攻略していきます。今動画はおはじきレベル10攻略。クロスエンマゲットの、2本立てでいきます。おはじきレベル9以前に関しては、プニスペやサブアカを駆使して、本赤でドリンクを一切使わず攻略しました。では行こう。レベル10倒します。余談なんですが、今回のおはじきで HP100 万超えてしまいましたね。まあまあ、種族効果アップが増えてきてるし、しゃあない感じはしますね。この後のネタバレになるんですが、レベル10倒すのも本赤でドリンク一切使わなかったんですよね。なので、お助け企画をしようかなと思ってます。見逃さないように、この日にチャンネル登録お願いします。明日ぐらいに通常動画で出そうと思ってます。奮闘した結果レベル10討伐できました。まさかのプニステリンが30万近く削ってくれました。ありがてえ。しかも自分の優秀なサブアカのおかげもあり、本赤でドリンクを一切使わなかったです。レベル10倒すと入手できる、ダイオウイカカモメを使って、エンマ大王剣倒していきます。エンマ大王剣倒します。バーキ先生としては、左から特攻持ちの、アサシンエンマ。エンマ種族効果アップのニャンボフドウマ。特攻持ちのダイオウイカカモメ。技ため要因の区物おろち。即フィーバーするための極エンマ。ニョロロンの HP 攻撃 20% アップの、声優ウォッチをつけています。こんな感じでいきます。封印は一のにしてないです。話変わるんですが、今回特攻キャラ弱くないですか？人権級の妖怪が入ってるような、ゴリゴリのパーティなのに、勝てない時が多々あるんですね。周回しにくくてきついです。6回挑戦して勝てました。ミッションからクロスエンマ入手してきます。おーおーおー、かっけー。初のルービーランクゲットです。量アップで170連した時は、絶望してましたが、攻略できてよかったです。おはこんばろちゃおー、今回もやってきました。ラストチャンス場所です。今回のラストチャンス場所の狙いとしては、ルービーランクの主化ゲットに必須な、夜叉エンマです。半月コアタシューで使えそうな、アースウォーカーフェス、エンマ復活スキル持ちの、カイラフェス、あと可愛い、エルゼメキアフェス、この4体を狙って引きます。今回の動画の流れとしては、ラストチャンス場所から、ルービーランクの主化ゲットまで、やっていきます。ボリュームある動画になってるので、よかったら最後まで見てね。では行こう。さあ早速10連目。今イベントは武道会ということで、たくさんワイポイント稼ぎました。所持ワイポは13万154ポイント。たくさんあるとはいえ、神引きでワイポの消費を抑えたい。しかし全イベントから、ラストチャンス馬車の解約があったため、狙いを引くのが難しくなってます。さすがに10連目は B ランク以上の確定枠がないので、微妙な結果に、20連目の確定枠がないので、厳しいかなぁ。金カットイン、これは期待できなそう。20連目も微妙な結果に。さあ9000ワイポ使ってやっときました。 B ランク以上確定枠です。確定枠は金カプセルから出るので、2次カットインが来ると激アツです。金カットイン、まあですが確定枠があるので安心です。おお、狙いキャラの一つでもある、エルゼメキアフェスが出てくれました。あんまり強くないですが、可愛いから OK です。40連目、引き続き B ランク確定です。2次カットインが欲しいところ。念願の2次カットイン、これは熱い。しかも2次カプセル2個、B ランク以上3体確定です。おお、確定枠からは、福読みフェスが出てくれました。狙いのキャラではないですが、まあ未所持キャラなので、良いでしょう。
を取り直して50連目、確定はクラストです。ここで決めたいところ。金カットイン。攻略に必須なヤシャエンマが出てほしいところ。止まった、ヤシャエンマです。来い来い。おー、金カプセルからニュージーランクの主かゲットに必須なヤシャエンマフェスが出てくれました。これはでかい。とりあえず攻略に必須なヤシャエンマフェスが出てくれたので、とりあえずラスちゃんはここで終了。では次は主かゲットしに行きますか。封印状況に関してですが、封印は好みしてないです。挑戦者に関しては、神ならすごろう、KJ、ミーラーボール、キラコマは、エンマパで倒し、弁財天に関しては、バフスルーで倒しました。今回は、このパーティで挑みます。ご参考までに。この動画を見ている人に質問なんですが、ヤシャエンマフェスは技レベルマックスにするべきでしょうか？迷ってます。よかったらコメント欄で教えてください。倍速という魔法の力で、あっという間に勝てました。おそらく90秒以内にクリアできたはずなので、受け取りに行きます。さあ、プニプニ史上2体目のニュージーランク無事ゲットです。性能としては、必殺技はスーパーフィーバー、スキル1はフィーバーインにて技ゲージが溜まる、スキル2はフィーバー加速という、プリジーのエースとして、ふさわしい性能をしていて、めっちゃ強いです。おはこんばろちゃお。皆さん、ヨーマジンファイナルイベント残り2日ですが、イベント攻略できたでしょうか？自分は今回イベント攻略を目指しているので、攻略に向けてラストチャンス馬車を回していきたいと思います。さあ早速引いていきます。確定枠のない10連目です。ん？2カットイン。これはでかい。10連目で特攻キャラを当てたい。さあね、花火。さあ気を取り直して20連目。金カットイン。これは期待できないな。抽選ワイポ、買ってやってきました。Z ランク以上確定枠です。金カットイン。新キャラは一体も持ってないので止まるはず。おお、駆使なんだ記入。このキャラは完全体シオンの特攻を持っていて、なおかつ、ウォッチのリップドロステージの特攻キャラでもあり、このイベントにてめちゃめちゃ活躍してくれます。引き続き Z ランク以上確定、40連目です。おお、ここで2次カットイン。確定枠のキャラは金カプセルから出るので、この時点で Z ランク以上2体以上確定です。金カプセルが止まった。おお、獅子に移設です。おそらく確定枠でしょう。このキャラも完全体地温の特攻を持っており、ボッチ作成にも活躍してくれます。ボッチ作成を目指している自分にとっては嬉しいキャラです。お、また金カプセルで止まってくれました。さあ何が出るか。おお、獅子だから。このキャラは獅子に移設種の特攻を持っており、なおかつボッチのリップドロステージの特攻キャラでもあり、ボッチ作成にも活躍してくれます。二次カプセルからも樹式ガチャラです。まあしょうがないでしょう。確定枠ラストの50連目。ラストも金カットイン。ちょっと沈むか。二所持キャラを当てたいところ。ああ、また樹式ガチャラ。ちょっときついな。まあ気を取り直して60連目。また確定枠なしからのスタートです。60連目ゴミ。70連目。70連目ゴミ。またやってきました確定枠です。あと2回の確定枠で決めたいところ。またまた金カットイン。止まってほしい。止まった。スティグも来い来い。80連目でやっときました。妖術スティグもです。このキャラはゴルフの特攻を持っていないものの、このミッションのせいで、UG ランクキャラをゲットするのに必須なので、ここで出てくれたの派でかい。あと、オーガマとサクちゃんが残っていますが、正直、こっちにいらないので、ここで一旦ラスちゃんが謝退散。UG ランク入手にはゴルフ封印が必須なので、ゴルフレベル9、中攻略していきます。だらだらゴルフの映像を流すだけだと面白くないので、ダイジェスト形式でやっていきます。レベル9、9無事に攻略できました。
そしてこいつがレベル15薬報酬キャラの区間全体シオンです。個人的にダブルゼータでありながら本イベント最強キャラだと思っています。スキルがデカプニフリと溜まった状態でご来光やクロスエンマがいなくてもタップ周回ができる点、必殺技が太陽消しとなっていてダブルゼータ以下攻略でも活躍してくれる点、あとひょっちんじ君とのコンビで半永久的にループができスコアタでも使える点、スコアタ、周回、強敵攻略の3つで活躍できる万能キャラです。個人的に今イベントにてこのキャラを入手できたのは本当に良かったです。まだ取りまつ、ボスを倒してなく封印ができてないので倒しに行きます。取り巻きボス攻略はゴルフ同様ダイジェストでどうぞ。できるだけ封印したので早速倒していきます。封印は1と4のにしてないです。なので攻撃力の弱体化ができないので攻撃を一発も受けずに倒したい。今回はこのパーティで挑みます。自分はピコボチアマテラスや王将マリンを持ってないので味方で代用しています。味方が過ぎたマリン完全に勝てそう。お、味方のサイズアップスキルのおかげで攻撃を一発も受けずに勝てました。これは余裕で90秒以内にクリアできたでしょう。おお、勇ましはつのUGランクの龍馬超人剣をゲットです。やった。性能としては必殺技スキルともにあんまりインパクトはないものの全然強い妖怪だと思います。今のところ出ている3体のUGランクは入手できているのでこれからもニャンゴUG以外は全キャラ揃えたいですね。それでは今回はこの辺で、あとこのゴーマケがあるのでよかったら見てね。お疲れ様でした。コンバロチャオ、今イベントもやってきました。ラストチャンスガシャです。なのでイベント全攻略していきます。スギーベがホロライブコラボで回さない人が多いと思いますが自分は回していきます。9連目確定枠も渋く初日ガシャと確率があんまり変わらないので期待できないですね。止まったと思ったら SSS の巣だ。20連目あと今回のガシャの狙いとしては難点増強点以外です。20連目は微妙な結果に Z ランク以上確定の30連目金カプセル1個は渋い復刻キャラが怖いところ、しっかり止まってくれました。おお、30連目の確定枠から名前のわからないダブルゼータ取り巻きボスの剣舞魔人アシュラの特攻を持ってます。倒していない自分にとってはありがたい一体です。赤玉から Z ランクの強覚醒ジバニャン取り巻きボスの剣舞魔人剣舞の特攻を持ってます。赤玉から出てくれたのはすごくありがたい。40連目ムジカットインダブルゼータ以上確定です。3体もいらないラストの確定枠50連目です。金カプセルが一つ渋いですな。おお、ここでも止まる。中身はトリプルゼータの連封印ボス特攻を持っており、今イベントの攻略には必須です。やった60連目がシャスタンプやり直しです。おお、ここでも止まる。ダブルゼータの視点同時汚れです。取り巻きボスの不動明王の特攻を持ってます。正直絶対勝てない取り巻きだったのでありがたい。70連目は特になしです。またまた Z ランク以上確定80連目です。金カプセルからはかぶりキャラ、二次カプセルで止まっていく。名前のわからないダブルゼータが出てくれました。イベント攻略するのに必要最低限のキャラを入手できたのでラストチャンスガシャは一旦退散。取り巻きボス攻略、封印ボス攻略に移ります。取り巻きボスは3の1のみ攻略してます。取り巻きボスはダイジェストでどうぞ。封印ボスに挑んでいきます。封印
限は4のにしてないです。なので特攻キャラがいても、攻撃4000ダメージぐらいあります。1回もダメージを受けずに、フィーバーに入る必要がありますね。とりあえず暴走エンマとゴッエンマのダブルコンビで、1つフィーバーします。ちなみに、封印ボス特攻の連は全然育ててなく、技レベル2となってます。全の必殺技2回で勝てました。まあ余裕の90秒以内でしょう。来たー。本イベントのUGランク増強戦、汚れゲットです。性能としては前々回のシカフェスト、必殺技スキルともに一緒で、強敵攻略で大活躍の性能をしています。残念なところを挙げると、スキル2がほぼ課金必須なところですね。まあ今回もUGランクキャラをゲットできよかったです。ホロライブコラボももう終盤戦、ついにやってきました。待ちに待った確定枠ガシャのラストチャンスガシャです。ということで今回はラストチャンスガシャにて、新キャラのホロライブキャラ全部出るまで回していきたいと思います。ちなみになんですが、自分は初日に20連回し、白神吹雪さんと坂、またクロエさんは持っているので、それ以外を狙っていきます。それでは神引きを狙って、ホロライブコラボラストチャンスガシャ引いていきます。では行こう。それでは早速10連目、神引きをかましていきたい。最後の金カプセルからは坂、またクロエさん。20連目、20連目は微妙な結果に。ゼットランク以上の覚醒はありの30連目。ここで止まって、ここはトリプルゼータやUGなどの高ランクキャラが出てほしいところ。お、じゃあUGランク初のガシャキャラで勝つ。UGランク初のコラボキャラの宝生マリンが出てくれました。これはでかい。宝生マリンは封印ボスステージであるウサダペコラヘの特攻を持っており、なおかつ必殺技が大量消し、スキルに技ゲージ残しと溜まった状態スキルを持っており、めっちゃ強いキャラですね。あのトリプルフェイスアムロトールの上位互換キャラです。ここで出てくれたのはありがたい。とりあえず技レベル上げてきます。それでは気を取り直して40連目。40連目にて今回初の2次カットイン、2つ目の金カプセルが止まった。さあ次は誰が来るのか。おお、金カプセルからトリプルゼータキャラの犬神コロネさんが出てくれました。今イベントにて床闇とわいのおはじき特攻を持っており、特攻は特大ということで一番火力が出るキャラですね。そして一番下の2次カプセルも止まって、おお、2次カプセルからダブルゼータキャラの大空スバルが出てくれました。常闇とはへのおはじき特攻を持っており、今イベントにて大活躍します。ラスト確定枠の50連目、この50連目で未所持キャラの百鬼あやめをゲットしたいところ。お、右の金カプセルから無事百鬼あやめをゲット。この子も常闇とはへのおはじき特攻を持っており、今イベントにて大活躍します。ということで7なんと50連で所持キャラの白神、吹雪以外のホロライブキャラを全部引くという神引きを達成できました。 Y ポイントの消費を抑えることができよかったですね。おはこんばろちゃおー。前回の動画にてホロライブキャラを全キャラゲットしたので、イベント攻略していこうかなと思います。今回の封印ボスであるウサダペコラを倒すには、おはじきレベル9、10攻略は必須なので、まずおはじき攻略からダイジェストでどうぞ。サダペコラ攻略に必須なおはじき報酬の常闇とはゲットです。まだまだ封印は終わっていないので、取り巻きボス倒しに行きます。ダイジェストでどうぞ。封印を1回終わらせました。挑戦していきます。今イベントは追加キャラがいないからなのか、UG の火力がヤバすぎるからか、わからないですが、非常に特攻の宝生マリンの火力が高いため、容易に攻略できそうです。無事討伐、ドロップするまでやっていきます。
ド5周目でウサダペコラをゲットすることができました。この子はトリプルゼータでは珍しく必殺技が攻撃力アップでかつ繋がりやすいスキルに消したでかくにが再度振ってくるスキルという強敵攻略のバフスルーやスコアタのバフとして活躍できる史上最強の攻撃力アップキャラです。はい、どうも。五等分の花嫁コラボにもついにやってきましたね。激アツなラストチャンスガシャです。そして今回は五等分の花嫁ラストチャンスガシャにてトリプルゼータキャラの貫突を目指していこうかなと考えています。200連ぐらい回そうかなと考えています。あと1期ウェディングをゲットするまでやっていきます。それでは前置きは短めで、では行こう。早速10連目引いていきます。10連目から2次カットイン、めっちゃ幸先良いです。さて2次カプセルの中身は、トリプルゼータキャラが出てほしいところ。かわいい。10連目の2次カプセルから、おはじきの四つ葉日のデザインの特攻を持っている、ニノエディングが出てくれました。おはじき攻略には欠かせないキャラが出てくれたのは、でかいですね。あと、トリプルゼータ5の貫突を目指しているということで、ニノの技レベル上げていきます。気を取り直して20連目。確定枠が渋いので微妙な結果に。ここからは Z ランク以上確定ゾーンに、新キャラ確定ではないので、コラボキャラではないキャラが出る可能性も、できればその可能性は避けたいところ。最後目の金カプセルから二の日のデサイをゲット。このガシャの Z ランク以上確定枠ですね。コラボキャラで良かったです。はい、ここからは Z ランク以上のコラボキャラ確定ゾーンです。一気に確率が高くなるので、トリプルゼータランクのコラボキャラを当てたいところ。金カプセル1個は渋い。そして、その金カプセルからは10連目でも出た、ニノエディング、一つできたので迷いでしょう。折り返しの50連目。50連目も金カプセル1個。そしてまたもやニノエディング、デジャブかな。はい、気を取り直して60連目。まだトリプルゼータランク以上が1体しか出てないので、他のキャラが出てほしいところ、と思っていましたが、80連目まで特に何もないので、スーパーバイソ。またまたやってきました。Z ランク以上のコラボキャラ確定ゾーン、90連目です。2個目の金カプセルでしっかり止まっていく、コラボキャラであってほしいところ。90連目で四つ葉ウェディングをゲット。今イベントにて封印ボスの5期への特攻を持っていて、今イベントにて活躍してくれます。四つ葉も2の同様技レベル上げていきます。続いて100連目です。もうここで4万5000ワイプを消費してしまいました。恐ろしいです。さっきより金カプセル多め、これは期待できるかとか言ってたら、1個目の金カプセルから1カウェディング、初日ガシャにてゲットしているので、突が進んでいく。110連目。特になし。120連目。確定枠でもないのに2次カットイン。本日2回目です。これは嬉しい。おおと。2次カプセルでしっかり止まっていく。コラボキャラではない可能性があるので、怖いところ。おおと。その可能性も跳ねのけて、出てきたのは、肉ウェディング。全然関係ないですが、自分は、5つ子の中で、肉が一番好きなのでこれは嬉しい。肉は、封印ボスキャラの5期への特攻を持っており、今、イベントにて5期をゲットするには必須レベルのキャラです。とりあえず、攻略に必要なキャラをゲットしたので、一旦ラストチャンスガシャから撤退、5期ゲットしに行きます。まず5期の封印をするために、取り巻きボスを攻略していきます。ダイジェストでどうぞ。はい、とりあえずおはじき以外の封印完了。おはじき、四つ葉日の出祭りレベル10まで攻略していきます。まずレベル9から。ちなみに特攻キャラの育成度はこんな感じ。一発目のフルは21万ダメージ。やっぱおはじきは良いダメージが出ますね。
なんやかんやでレベル9攻略。次はレベル10。めちゃめちゃ倍速で攻略していきます。やっとのことでレベル10攻略。意外と時間的にギリギリでヒヤヒヤしましたね。そしてレベル10報酬であり、封印ボスステージの5つ攻略に欠かせない四つ橋の出祭りをゲット。おかしい封印もできたので、封印ボスステージの5つ攻略していきます。封印状況はこんな感じ。封印1のみしてないです。まあ関係ないでしょう。適当にグーターパーティで討伐していきます。特攻2体いるので、まあ余裕でしたね。それでは5機がドロップするまでやっていきます。おお、やっとのことで封印ボスキャラの5機ウェディングをドロップ。必殺技はスーパーフィーバー。スキルにフィーバー加速と技ゲージ残しで、めっちゃ強い性能をしています。あと5機派特攻のない珍しいキャラとなっています。これにてトリプルゼータのコラボキャラを全体ゲットすることができたので、本題の5つ五冠突目指してラストチャンスガシャまた引いてみます。あと100連ぐらいかな。130連目からのラストチャンスガシャはダイジェストでどうぞ。ということで、今回ラストチャンスガシャ250連してきました。消費ワイボはなんと112,500ワイボ。大破産。そこで気になる250連した結果のトリプルゼータ5つ後のトップ数を見ていきましょう。残念ながら完突できたのは2ののみでした。ちょっと悔しい結果になってしまいましたね。いかがだったでしょうか。今回はラストチャンスガシャにてトリプルゼータ5つ後の完突を狙ってみました。よかったらチャンネル登録、高評価だけでもお願いします。コメント欄にてラストチャンスガシャで出たキャラを書いてくれたら嬉しいです。また見てください。お疲れ様でした。みんなも了解。ゲットじゃぞ。質問来てた。ラストチャンスガシャ10連でプニプニを弾きイベントは攻略できますか。結論、運があればなんとかできる。どうやってするか順を沿って説明していく。手順1、ワイポイント10連分確保。手順2、気合で10連で封印ボス特攻キャラ入手。手順3、取り巻きボスを無特攻で倒す。手順4、気合でお弾きレベル10まで攻略。手順5、封印ボスを倒す。以上。それでは実践していく。手順1の10連分のワイポイントは達成。そして鬼門となる10連での特攻キャラ入手です。さあ重要な10連目。今、イベントの封印ボス特攻キャラである、クローン黒竜とサトバ、ユウタが狙いですね。逆にこいつらが当たらないと始まらないです。おお、そんなことを言ってたら、ミジカットイン。これは勝ちましたわ。しかし封印ボス特攻キャラが出る確率は 1.6%。それ以外は 3.2%。確率だけ見ると少し厳しい感じがしますが、当てていきたい。さあ、クローン黒竜。先ほども言った通り、今イベントの封印ボスである、メイダ将軍誘導の特攻持ちです。これにて手順に達成。続いて手順3である、取り巻きボス無特攻攻略です。自分は、レッドランクダブルゼータランクキャラは全然育ってないので、封神雷神ループで攻略します。亡霊武者以外は攻略達成。
ボーレイム社にも挑戦したんですが、あまりにも火力が低すぎて断念。まあとりあえず手順3達成。さあ、手順4のおはじきレベル10攻略。事前に元気ドリンクはたくさん集めていたので、とっとと終わらせます。13日から10連で当たったクローン国龍が特攻強化されていて、めちゃ火力が出て、しかもクロスエンマも持っているので、めちゃめちゃ火力が出ますね。なんやかんやでレベル10攻略。そして封印ボス攻略には欠かせない特攻を持っている、ワルニャンを入手。手順4のおはじきレベル10攻略達成です。手順5の封印ボス攻略に移ります。封印状況はこんな感じとなっています。おはじき40回倒し封印1と、取り巻きボス全体倒し封印後の2つはやっていない感じです。反撃がめちゃ痛いので厳しいかも。決戦の末やっとのことで誘導攻略、誘導落ちるまでやっていきます。やっとのことで誘導ドロップ。必殺技は攻撃力アップとデカプニ生成。スキルはデカプニが再度降ってくると、自分のデカプニを消すと技ゲージが溜まるとなっており、マゼラボルトの上位互換でめちゃ強いです。ちなみにドロップするまで2時間ぐらいかかりました。疲れた。いかがだったでしょうか。今回はラストチャンスガシャ10連でイベント攻略してみました。よかったらチャンネル登録、高評価だけでもお願いします。お疲れ様でした。また見てください。みんなも、了解。ゲットじゃぞー。ラストチャンスガシャからイベント攻略 RTA。 説明しよう。イベント攻略 RTA とは、ラストチャンスガシャが来る0時にログインして封印ボスステージのキャラをゲットするまでやるやつです。ということで、早速ラストチャンスガシャ引いていきます。10連目。ちなみに今の時刻は0時3分、3分遅刻です。お、10連目の1個目の金カプセルからお松サンタ、くくり姫サンタへの特攻を持っています。くくり姫サンタステージは無特攻攻略するのは無理だったので、これは嬉しい。残りの金カプセルは、まあ普通、10連目終了。20連目です。おお、確定枠でもないのに虹カットイン。これは熱い。しかも虹2個。1個目の虹カプセルはお松サンタ、早速被っていく。そして2個目の虹カプセルはしっかり止まっていく。できれば夏読みサンタが欲しい。おお、ジャエンサンタ派の特攻を持っている国姫サンタ。何をどうしてもジャエンサンタに派勝てなかったのでこれは嬉しい。20連目終了。30連目。意外に初ゲットのコマミ。40連目、ここからはダブルゼータランク以上確定ゾーンです。かぶらないでほしい。おお、2個目の金カプセルからジャエンサンタ、夏読みサンタへの特攻を持っています。夏読みサンタにも勝てなかったので、これはありがたい。お、3個目の金カプセルも止まっていく。これは期待できるか。おお、今イベントにて追加されたエルゼメキアサンタ、封印ボスのフクリューブラックサンタに対しての特攻を持っています。あと、かわいい。なんやかんやで40連で、フクリ姫サンタと夏読みサンタ以外の入手に成功。一旦ラストチャンスガシャから退散。とりあえず取り巻きボス倒していきます。ステージ10分夏読みサンタ討伐。ステージ12分、くくり姫サンタ討伐。ステージ14分、ジャエンサンタ討伐。ステージ16分、くくり姫サンタ討伐。ステージ18分、お松サンタ討伐。取り巻きボス全攻略達成。取り巻きボスの封印完了。クリューブラックサンタに挑戦。
全然勝てなかったので追加でガシャ引きます。結局エルゼメキアさん頼みで挑戦。ちなみに育成度はこんな感じで、レベル50、技レベルマックス、G 技3、スキル1となっています。UG ランクの夏読みサンタさえいればもっと簡単だったのに、あと今回エルゼメキアサンタの火力があまりにも低すぎんですよね。さてもスキルマックスの種族効果アップキャラがいるのに。あとエルゼメキアサンタの必殺技が全消しボーナス玉ということで、必要技ゲージもガチできついです。運動の結果やっとのことで、クリューブラックサンタ入手。このキャラは必殺技は全消し整理、スキルにニョロロン種族効果アップでめちゃ強いキャラですね。ゲットできて本当に良かった。そしてこの動画の趣旨であるイベント攻略にかかった時間の発表です。結果は、1時間58分。はい、どうも。ホロライブコラボ第3弾イベントにも、ついにやってきました。無課金の救世主的存在の、ラストチャンス場所が、この時をどれほど待っていたか。そして今回は、このラストチャンス場所にて、第3弾のホロキャラ全部出るまでやっていきます。現在のワイポイントは12万1286。できるだけワイポイントの消費を抑えて、全キャラ当てていきたいところ。それでは前置きは短めで、ラストチャンス場所分回していきます。10連目、ちゃっちゃと全部引き切りたいところ。お、まさかまさかの、確定枠もないのに10連目から2次カットイン、ラストチャンス場所で一番嬉しいやつです。金からタップ。金は特になし。お次は虹をタップ。さあ何が出るか。できればトリプルゼータキャラか UG キャラであってほしいところ。お、今回の初虹からはパジャマ姿の犬神コロネさん。願っていたトリプルゼータキャラゲットです。このキャラの特攻は封印ボスの報奨マリンへのダメージダウンで。特攻だけを見るとゴルフ特攻がなく微妙ですが、全部出るまで企画においては幸先の良いスタートが切れました。はい、ここで左のミショジキャラ一覧から、コロネさんが入手済みに移動。あと余談なんですが、実は自分初日10連だけして、ユキハナラミーさんも入手していたので、ユキハナラミーさんも入手済みに移動。20連目、さあさあまだまだ確定枠はなしと。あと今回地味にスタンプの確定枠が改善されていて、30連目から新キャラ確定なんですよね。ゴーオーレ、マジでありがたいです。とか言っている間に20連目終了、20連目は特になしと。30連目、さあさっきも言った通り、ここから新キャラの G ランク確定です。ここで一気に所持キャラを増やしていきたい。お、30連目も2次カットイン、確定枠のキャラは金カプセルから出てくるので、この時点で D ランク以上のホロキャラみたい確定です。お、1個目の金カプセルから止まっていく、確定枠のキャラかな。お、確定枠の中身は天音かなたさんでした。このキャラは裏マップのウサダペコラ三種の特攻を持っており、あとゴルフ特攻も持っています。ゴルフを進めるのであれば、今イベントぜひ入手しておきたいキャラですね。残りの金カプセルは特になしと。ああ、2次カプセルからも天音かなたさん。残念ながら被ってしまいました。まあラストチャンス場所には被りはつきものなので、しょうがないですね。40連目、まだまだ確定枠は続いてくれます。残念ながら40連目は金カットイン。まあですが新キャラ確定なので、未所持キャラを当てていきたい。おう、金カプセルでしっかり止まっていく。さあ何が出るかな。お、金カプセルから白金ノエルさんをゲット。このキャラはホロライブ史上、初めての種族効果アップキャラで、めちゃめちゃ強いです。このキャラは裏マップのパジャマコロネヘの特攻と、ゴルフ特攻を持っています。地味にボカボカということで、ゴルフの星巻水星に効果抜群で、同じ特攻度の天音かなたよりも火力が出て優秀です。ガシャ途中ですが、さっきも言った通り白金ノエルさんは、めちゃめちゃ強いので、しっかり育成します。育成完了。やった50連目、1周目ラストの確定枠です。おお、本日3回目の2次カットイン、残りの未所持キャラは、白神吹雪さんとロリペコラさんの残り2体、ここで決まるのか。
ほう、しっかり確定枠の金カプセルで止まっていく。さあどちらが出るのか。おお、50連目の確定枠からはドリペコラさん。このキャラは裏マップの白神、吹雪さんへの特攻を持っていて、ゴルフ特攻も持っています。今、特攻強化により活躍度が特大で、今一番効果力が見込めるキャラです。出てくれたのありがてえ。さあさあ二次カプセルも止まってくれるのか。でも実は自分、第1弾キャラをほとんど持っていないので、正直止まっても不安です。おお、しっかり止まっていく。さあどうだ？だー、今回 UG ランクのコンコン雪化粧こと、白神吹雪さん。このキャラは封印ボスの宝章マリンへの特攻を持っていて、今イベントにて大活躍してくれます。あとこのキャラはスキルが抽選となっていて、その中にゴルフダメージアップスキルがあり、今後活躍間違いなしの最強キャラです。そしてこれにて新キャラのホロキャラ全入し、まさかまさかの50連フィニッシュという、今年最強の神引きをしてしまいました。消費はイポイントは22,500と、ガチで最小限に抑えることができました。この神引きにより、イベント攻略が可能になったため、赤猫マリンさんを入手するまでやっていきます。まずは取り巻きボス攻略から、ラストチャンスガシャ前にもう、1の1と1の2は倒しているので、1の3と1の4と1の5をやっていきます。ダイジェストでどうぞ。特攻あるので簡単に取り巻き、ボス攻略は完了。次はゴルフ封印を目指して、ゴルフレベル10までやっていきます。とりあえずレベル9攻略。お次はレベル10。ちなみになんですが、今回のゴルフパはこんな感じで、育成度はウサダペコラさんと白金ノエルさんは、レベル50、技レベルマックス、スキルマックス、アマネカナタさんとユキハナラミーさんは、未育成となっています。このパーツと育成度で、だいたいフルで15万ほど出てくれます。あと前回の動画の目指せ、UG コイン100連にて、死ぬほどリセマラしたため、バカ強いリセマラアカウントがあり、レベル10でも余裕で勝てるかも。なんやかんやで無事に討伐。リセマラアカウントが大活躍してくれました。これにて、宝生マリン攻略に必須レベルのキャラの、星巻彗星をついにゲット。あとゴルフ封印も完了したので、宝生マリン攻略できるかな。封印状況はこんな感じで、封印1の桜巫女40回、討伐以外はできてます。4人で討伐。宝生マリンがドロップするまで、寿司を見つぎまくります。何周目かは数えてないですが、ついに赤猫マリンさんをゲット。なんやかんやで50連で、ホロライブ第3弾イベント攻略達成。無事攻略できてよかったです。いかがだったでしょうか。今回は、ラストチャンスガシャにて、ホロキャラ全部出るまで引いて、赤猫マリンさんゲットまでやっていきました。今後も、このような、プニプニの動画を出していきますので、よかったらチャンネル登録、高評価だけでもお願いします。お疲れ様でした。と言いたかったんですが、もうすでにレベル11まで攻略していて、白神吹雪さんのスキル2の解放書を入手したので、スキル2抽選タイム、最後にこれを見てこの動画はお開きとさせていただきます。ゴルフダメージアップスキルが来たら、今年の運は大吉です。たあ、これは嬉しい。これにてこの動画は終了。改めましてお疲れ様でした。また見てください。みんなも、了解。ゲットじゃぞー。